そう昔はすんいハマってたの今もめっちゃそのカードさもう持ってないんだけどもし、ね、残しておけばよかったなって思います今にはなってもうなんかそうカードめっちゃ好きだからさそうカード残しておけばよかったですね肉なし肉まん持ってるって肉なし肉まん肉なし肉まんはそれはまじゃないですか <laughs> まんじゅうじゃんご飯にのせて食べるよね納豆はおやつですっておやつに納豆食べるの 絶対、ね、<laughs> ねばねばするくないほかほかご飯の上に納豆かけたら納豆キナーズが熱であ,あのー、多分お亡くなりになるから栄養的には別々がいいらしいえー、ほかほかご飯に納豆が一番おいしいのになえー、別にほかほかじゃなくてもおいしいけどえー、そうなんだえー、なんか納豆にあのー、なんかあのあれ卵入れるんですけど皆さんって卵入れます納豆に。 え私入れるんですよ納豆に卵を入れてあと納豆についてくるあのたレあれが一番美味しいです、まあ、あの納豆のタレめっちゃ好きで好きであのまま食べれますねきっとあの食べたことはないんですけど100キラキラどうぞありがとうございます店員と猫さん酒の方来てくれてありがとうございますそう今 NMB48 熟期生オーディション中なので応援ありがとうございます是非よかったらフォローとかしてくれたら嬉しいですこんばんはすさん来てくれてありがとうございます 料理配車に実験になる可能性ってじゃあまず白衣着てこなきゃね白衣とゴーグルみたいなあとフラスコとかちょっとメスシリンダーとかちょっと用意してこないとね <laughs> じゃあまずこの中に入っているこの食材をまずこれに入れてみたいなもうねそんなにそう本当にクニアンさんヒョウ柄のタコありがとうございますなおちさん金色のタコタコじゃないだるまありがとうございますねえどうしようタコとだるまめっちゃ間違えるよ どうしたら間違えないかなタコとだるまのだるまどうしたら間違えないかなタコとだるまえ <laughs> なんでだろうめっちゃ間違えちゃうタコとだるまって全然違うのにね <laughs> ちょっと待ってくださいねちょっと食堂探しとくんだよで、ね、先にえー、っとよいしょえー、っとバイキング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  バイキング何の話だろう <laughs> 何の話してたっけバイキングの話の時バイキングの話とかしてたかなカリブの海賊かなって何の話だした私何の話してたバイキングとかカリブの海賊って書いてある方バイキングかなって何の話してたんだろう <laughs> 何の話してたのちょっと教えてください何の話してたんだっけ大阪来たらえー、っとああな ういうことで乗り物のあのあれねあれねこれバイキングって言うんだえー、ありがとうございますこれのことをバイキングっていうのいやさてっきりさなんかさお料理の話してたからさそんなこと話したっけって思っちゃったえー、船が揺れるアトラクションのことをバイキングって言うんだええー、初めて知ったかも「振り子みたいな言ってたずっとあの船が揺れる振り子みたいな <laughs> 言ってたえー、バイキングおー覚えとかなきゃ <laughs> あれ振り子バイキングなんだえちょっと振り子の絵かい振り子じゃないや船揺れるやつねちょっと船揺れるあこれこれねこれちょっとバイキングねバイキングちょっとおめとこちょっと友達にわし笑われ,われちゃうかもねそんなのも知らないのみたいな <laughs> お先来たら10なんだろう1 0 1 0 1 0 1 0 1 0キロって書いてるのかあ確かにね美味しいものたくさんあるからさそういうの食べてったらね確かに。 試験りはりまさのりってのはあっ錦鯉のギャグ <laughs> えー私あのあれしかちょっとあれあれだけは分かりますよあの「こんにちは」っていうあのさなんか友 <laughs> 達となんかそのなんかね友達となんか中学校の時こうなんかねあの何 <laughs> て言うのなんかさその子供の番組みたいな <laughs>。 お姉さんの、あのお姉さんごっこみたいなのしてたの。そしたらもうど,どんどんそれになってっちゃうから、そう、<laughs> めっちゃ笑いましたね。一さん、えっとた、ダルマ、金色の、ありがとうございます。<laughs> セミ羽付きラしエテ。<laughs> 確かにいい、かわいいかわいいありがとうございます。アンドリウエスケさん来てくれてありがとうございます。浜ちゃんマンさん、こんばんはこんばんは、来てくれてありがとうございます。どっちかというと太陽の出処を出てくるのは二十世紀少年。え、二十世紀少年っていうのは。 アニメなんですか漫画なのかな20世紀少年ね20世紀少年でもなんか聞いたことあるかも20世紀少年でしょえ今って今は今は何世紀だっけ今は20 20? 今は今は,今,は今何世紀でしたっけ <laughs> え、どうしよう。しよあのねゃ覚え方はちゃんと覚えてたんですけどどっ,ちどっちだったか忘れちゃってえ、今は何世紀だっけ ?21 世紀だっけあの、?1 個多いですよね確かなんか1個多いよねあの21か19かどっちかなんでしょうなんか絶対20じゃないのは知ってるのあ21かなあ21世紀21世紀あれドラえもんってさあれなんかさ ドラえもんは何世紀から来たんだっけドラえもん22世紀だっけキャナル知ってますって知ってるキャナルの噴水ショーがあって私が見た時はワンピースの噴水ショーだったんですけどめちゃくちゃ綺麗でしたね楽しかったえ爽やかでえーっとえーっと洋裸感っていうのかな絶対違うかも洋裸感なイメージがとても素晴らしいです本当ですかとうごありがとうございます えっとリニューアルそうですよ確かリニューアルされるみたいな待っていろんなものがなくなっちゃうみたいな聞きましたね俺は毎朝キャナルシティの噴水で <laughs> 一風呂浴びてる本当に浴びてるあ来ましたよあのちょっと待ってあそうそうこれで写真撮っといてあこれ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 ああこれ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 あの明日のタイムスケジュールあこれはちゃんとさ合ってるからえちょっと どうしようちょっとメ,メモの紙は一旦置いてきたんでちょっと待ってくださいね、えー、これにこれに書こうこれに <laughs> えっとちょっと待ってくださいね書くのでスケジュールタイムスケジュールをえー、っとペンあったあったペンペン書くのでちょっと静電気みたいになってる紙をちょっと見てなきゃいけないのはちょっと辛いかもしれないですけどちょっと待っててください書いてくるのでえー、っと よいしょおなるほどなるほど明日はね明日は明日は4回配信しますねちょっと待ってねえいっっできたよいしょちょっと待ってくださいえー、っと4個書かなきゃえー、っとえー、1個目と2個目とえー、3個目と4個目 よし、かけた。えー、っと。一個目が。えー、っと。九時。もう九時からだ。九時から。ええー、十時半。十時。半で。二回目が。ええー、十二時から。ええー、十三時で。えー、っと。三回目が。 15時20分からでうんと15時20分から16時20分で4回目が17時3から、えー、19時59かけたかけましたよしちょっと待ってください。 これはえいよいしょ開けましたよしあ開きましたほら行きます。あーすできましたぜひこれスクショして覚えてください後で貼ってきますえー、まずはですねあーちょっとこっち側ちょっと空いちゃったんですけどこっち側は気にしないでください1回目は9時から10時半まで配信しますこれ最初ですね やっとね最初から配信できますね。5時からできますので、9時からやります。で、2回目は12時から1時までやります。1時間ですね。で、3回目は3時3時20分から4時20分まで配信します。そして4回目はですね5時半から一番最後の7時59分まで配信しますので、ぜひ皆さん、応援よろしくお願いします。最後までぜひ応援してください。4回配信するので、 ここでまあ、ちょっと明日お仕事で見れないっていう方はぜひ最後いやお仕事終わってたら来てくださいそれか朝仕事してるかもしれないけどアジアレジとかはねお昼ご飯かもしれないからぜひ来てください仕事じゃない方は見れた時来てくださいぜひ明日が最後なので応援よろしくお願いします皆さんれれれれれままししたこれこここでですす <laughs> <coughs> えー、っとこれでお願いします明日 初めて4回配信します今まで2回か3回しかやってないんですけどえー、っと、えー、イベキックさんピカピカありがとうございます天神地下街すごいですねってすごいですよめっちゃ迷子になりません迷子になるっていうかまあ表紙見てたら別に迷子にはならないんですけどえ多分あれを多分自分が自分がなんかあの自分がなんかちっちゃい子と一緒に歩いててちっちゃい子がもう ピューンって言ったら絶対に私もその子見つけられないですね。<laughs> っていうぐらいめっちゃ人多くてあと暗いですからそうでもめっちゃいろんなお店売ってるし夏とか涼めるし冬は温めるからいいですね。地下街はそういうところはいいですよね。そうえー、ゆううたさんハートありがとうございます大阪キャナルシティでなくイオンモールってイオンモールはでも全国にありません。全国福岡にもありますよイオンモール キャナルシティ大阪のキャナルシティはイオンモールなのかなでもイオンはいろんなとこあるからえキャナルシティかキャナルシティちょっと待ってねさっき書いたさっき書いて書いたこのアペノキューズモールってえこコノハモールって知ってますゆめタウンとかコノハモールとか福岡にあるんですけどゆめタウンは佐賀にもあったよ佐賀にも。 えー、マナーハーハトありがとうございます手巻き寿司手巻き寿司の納豆美味しいよねわかる吉野家とかでやるおー吉野家吉野家美味しいよね吉野家はまだでも普通の牛丼しか食べたことないかも、うん、納豆肉ロースでめっちゃ痩せる効果あるえー、納豆はね甘めですからねそうおええー、っと 納豆に卵としらすのせて醤油かけると最高ってしらすもえいいね絶対美味しいじゃん。鈴丸さんえっ、ー、とダルマ金色のありがとうございます。しらすって何か知らなくてさなんかし,しらけるみたいな意味だと思って,てそう <laughs> まさか食べ物とは思わなくてそう最初聞いたときぼ馬鉄さん、えー、ひょうがらんたかありがとうございます。うなぎのタレでご飯三杯いきますねって絶対美味しいじゃんうなぎのタレうなぎの食べてみたいよな二回。 プレパラントも忘れないでね。ちょっとね。あの挟まないといけないからね。何挟もうかな？こんばんは。プリンさん来てくれてありがとうございます。あ、顕微鏡とかね。双眼実体とかねいますよね。ハ花火さん、えー、っと引けの方来てくれてありがとうございます。って、良かったら今 nmb4810 期生オーディション参加してるので、もうよろしくお願いします。えー、どんぶりに納豆と生卵を混ぜないで、乗せて真ん中のとこ混ぜるって。 いいね、なんか贅沢だね。いいな。うん、えー、福ちゃんさん、こんばんは、こんばんは。バイキングね。<laughs> えーっと、はなふいさん、あとありがとうございます。えー、っと、ね、なんか揺れるアクションだね。振 <laughs> <ふ>り子、振り子みたいなやつだと思ってと <laughs>。振り子っていうかさ、あのさ、あれ、あのさ催眠術のあれじゃん。あなたはだんだん眠くなるねやつじゃん。 <laughs> マリッキ Q さんの配信は、ね、いろいろと勉強になりますよねこういうところあるよねとか <laughs> ねそうえもしかしたら私と同じようにちょっとこれは、ま、ね、勘違いしてたっていう人もいるかもしれないからそういう人には勉強になりますよねそうまあいないかもしれないけどさびっくりハウスも同じ動きで最近僕乗れないってびっくりハウスってなんだろうあの、太宰府遊園地にあるやつですかね太宰府遊園地に行った記憶がないんですよね <laughs> ずーっとキリキリさんこんばんはガチャピン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 やってガチャピンはやってないよガチャピンってあの緑色のあのあれですよねあのキャラクターですよねあガチャピンとさもう一個の赤い方ってさ誰ですかね赤い方あのー、あのー、あのモモッピーじゃなくてさあれに似てるかなの,のにあのあれに似てるモッピーじゃなくてセサミストリートのあーなんだっけ ダメだクッキー、クッキーモンスターとモッピーしか出てこないあムックっていうのあムックっていうんだサ <laughs> サミストリートの赤い子を思い出す前にちょっと正解をしてしまったムックかムックねいやそうなんかガチャピンの名前は知ってんのでムックの方がよく見るのね私はあエルモだエルモだよ <laughs> エルモだよだった <laughs>、えー、納豆オクラ、えー、山芋とかを 冷たいぶっかけそばにかけて食べると美味しいえー、絶対美味しいじゃんええ山芋でも美味しいって言いますよね友達、えー、21だ十一。<laughs> ミルクセーキってさ聞いたことしかないんだけどさあのあれかなミルクの中にここは入れますみたいなやつかな <laughs> ドラえもん22って <laughs> ドラえもんドラえもんねえもう, <laughs> もうちょっとじゃないもうちょっとじゃない2000 あでもまだかかるかまたかかるか2100年か頑張ればもうドラえもんの年だよドラえもんの年もうちょっと生きてないけど生きてないかもしれないけどねえいやーえー、え頑張れば、うん、頑張れば生きられるかもしれない頑張ればえー、ドラえもんがドラえもんちょっともう,もうすぐしたらドラえもんのね世界になるってことでしょえー、ひろやんさんこんばんは初見の方来てくれてありがとうございますぜひよかったら NMB48 受験生オーディション参加してるので応援よろしくお願いします。弟くんの青弟くんの一応ありますよ。ほら、これ弟くんが書いてくれたえ二十二十じないえこれ土曜日だっけ土曜日の配信時間かな確か土曜日の配信時間の時の G です。これは弟くんです。弟くんはちょっとゲームしてますねきっと。えー 大丈夫かなって <laughs> 弟くんの告示しか S 内ってもう弟くんはいないの <laughs> いるけど <laughs> しけんさんこんばんはしけんですくっすーさん来てくれてありがとうございます噴水でシャワー IQ <laughs> さんの配信は生活のチェームくん絶対ダメだよ捕まっちゃうよ <laughs> いやでも夏になったらねあるんだよ噴水のなんかあのそうなんか濡れてもいい服に着替えてあのねめっちゃ濡れるの本当にワンピースの 大砲みたいなやつだったんだけどそれは「ワンピースとなんかコラボみたいな感じのだったんだけどめっちゃいいめっちゃ楽しかったあとね一応ねキャナルにもあるよキャそれならいいかもしれないあのねなんかキャナルにあってなんか下からねあの湧き出てくるまあ大体噴水ってそうかなんか下から湧き出てきてみんなねちっちゃい子はねそれで遊んでるのめっちゃ。 そうちょっとね水出てくるからえっそれならいいんじゃないちょっと大人がやってたらちょっとねなんか怖ってなるかもだけどめっちゃちっちゃい子やってるのなんかカービィのお店があってカービィのご飯のお店の目の前にあるのいう遊ぶとこがあってめっちゃちっちゃい子がすんごい濡れてますね <laughs> こんばんはこんばんはアリーさんハートありがとうございますやったことあります受験でしおしーさん来てくれてありがとうございます起きれますよ、えー 最初の発表は信じないスタイルって、いや、これは本当にちゃんとしてたから、ちゃんとしてるから知ってんの。大丈夫先生、世、え、間、ー、の方、ハロー、ハロー、来てくれてありがとうございます。えー、っと、せつらさん、えー、っと、キラキラ、ありがとうございます。<laughs> 何その20分で中途半端なのあって。今日みたいに、まちょっとなんか、できない。<laughs> 中途半端じゃないよ。こ昨日は、だって57分とかにしてたんですよ。そっちの方が中途半端じゃない まだゼロの方がいいよいやでも今回は59分なんでちょっとねあと1個足してほしいですよね <laughs> えっと確定してからスクショしますってこれ確定してるってこれ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 ,これ確定だからねそうえー、っとこのサネ最終日だとかな、ね、熱いね確かにでもありがとうございます少年場ってやつですな、ね、そうですねリーンさんえー、っと金色の誰もありがとうございます ハタワさん、キラキラ、ありがとうございます。夢タウン。このハモールとか夢タウンは大阪にはない。大阪にないよ。えー、じゃあこのハモールとか夢タウンとかの、か、とかの代わりに、あれがあるのかなその、アベノキューズモールっていうの。アベノキューズモールはたくさんあるんですかねそれとも1個だけみたいな。え、どっちらがこのハモールはでも何回かしか行ったことないんですけど。今日は、ああ、歌いますよ、歌う。 ちょっと待って今何時あ47分じゃええっめっちゃ今日話してる <laughs> 楽しいめっちゃええーね、めっちゃなんか楽しいなキムチ納豆うまいよってキムチ食べれないんですよ食べるようになりたいそうキムチってさ白菜みたいなあれですよねキムチって何か分かんなくて分かんなくて <laughs> そうえキムチ何か分かんなくて辛いから食べてなくてえキムチってさ白菜のあれですよね白菜入ってますよね えー、キムチって何だろうじゃあ歌います トラポットに寄せて返す波音」「君が近づいた気配がする夏の恋が今始まる」

初見さんこんばんは ggmu さん来てくれてありがとうございますぜひよかったら nmb 4810期生オーディションに参加しているので応援よろしくお願いしますう <laughs> んばんはあーセサミストリートつ <laughs> と思ってたんですね脈脈たかごんさんえー、っとえー、っとえー、っとヨガ柄のとこありがとうございます うんエルモっていう名前などは知ってるんだけどさエルモだよーでエルモ知ってるからさエルモだよーのイメージしかないんだよねハローランさんインピカの名もありがとうございます <laughs> もうこれが正解だってこのタイムテーブルは正解なのそうみノルさんこんばんはこんばんはタカゴンさん氷からのタこありがとうございますう <laughs> えー、そういやマルキュウちゃんの大好きなマルガメ鮮麺がメインチェーンのランキングで日本外国ともに1位だったねって そうなんですよ。え、なんかさ、そうそうそう、そう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 、聞いたの。ナンパ、美味しいですからね。<laughs> 嬉しい。え、なんかさ、え、外国があったか知らないけど、ガストのさ、結構上じゃなかったっけ。アニオハセヨン、アニオハセヨン、出店の方来てくれてありがとうございます。えー、マルキューイムニダー。アニオハセヨン、イムニダぐらいしかわかんない <laughs>。イムニダーと <laughs>。あと、なんだろう。えー、っと。 ちちちちゅえ、ハングルでしょ中国語、ち中国語じゃない韓国語でしょありがとうってなんて言うっけアニオンスゴこんにちはじゃんありがとうはえ、カムサハムニダだカムサハムニダー <laughs> えードラヤマは植物状態で病院に入院してるナビタ、君の夢だよ <laughs> ね、君の <laughs> どこでも動画あったらね、遅刻なくなるのでね初めはじめま死んでるわーなん、てくれてありがとうございます えー、みのるさん金色の誰もありがとうございます入院 <laughs> おーっとツインテールじゃないそうツインテールじゃないのハーフアップって書いてるのかなハーフアップなのそう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 今日はツインテールじゃないんですね明日の多分ツインテールじゃないのかなうん。ご飯食べてる間に何か歌ったってご飯食べてる間最初に歌ったよ最初に最初に歌った最初にえー、っと初日歌いましたね えーしゃしゃ、えー、<laughs> えーっとえーっとマリキュ可愛いぞありがとうございますうんうんえー、あのキューズモールに <laughs> アベノキューズ阿部のキューズモールが気になって仕方ないの本当に福岡くんって番組でキャナルの水場で濡れないようにする実験してた本当にい福岡くんって福岡でしかやってないんですかねあれ あれってどこでもやってるんですかねなんか福岡くんでそう私が中二の時かななんか、うん、いろんななんかこの制服が可愛い,いみたいなので見てて友達の家にお泊まり行った時にそうもうさ高校なんて知らないからさあー確かに可か愛い,いなあこれも可愛い,いねみたいな感じで見てたこんばんは引きなかった来てくれてありがとうございますあ赤いこれガムテープじゃなくてガムテープじゃないんですよ一応 そうえー、っと明日ヌ NMB の新曲イベントがあるキューズモールキューズモールってそんなにいいんですかいいんだえちょっとどんなところか調べようかな白菜 <laughs> ですねあやっぱ白菜ですかよよえキムチあそのさキムチっていう言葉だけは保育園じゃない小学生の時保育園も知ってたかな知ってたけどキムチというものが何かっていうのは知らないんですよ <laughs> 何かというのは知らないんですけどキムチ あなんかさ豚キムチとか言うからそんな言葉を聞かれたらさキムチって豚なのかなとかなっちゃうのそうよよキューズモールはいくつかあいくつかあるんだじゃあやっぱゆめタウンとかこのハモールみたいな感じなのかな阿部のが一番大きいなるほどキューズモールはたくさんあるけど阿部のってついてるキューズモールが一番いいってことねキ,チキムチイコール白菜きたきたあと24時間切っちゃったよやばーい めっちゃやばい本当にえー超絶可愛いいマリッキュありがとうございますん <coughs> えー、HKT48 人気ナンバーワンシングルきたーきた私結構ねめっちゃ好きですねこの曲そうあと桜みんなで食べたって曲あるじゃないですかこういう曲あれもめっちゃ好きですねそうでも一番最初に聞いたのは多分メロンジュースかなそうえーっとこのハモールは 福岡市西区だけ、あ、そうなんだ。このはモール。ね、えー、だから、そうなゃないのか。えっと、読めたんか。読めたんかな。読めたんか。な。ええー、そうなんだ。えー、太陽さん、えー、と。ミラボールありがとうございます。だからだ、あんま行かないもん、このはモールって。<laughs> そう。ね、えー、なんか、本当、多分三回ぐらいしか行ったことないかな。えー、たくさん、ありがとうございます。鈴丸さん。ミラボール投げてくれてありがとうございます。 えーっとれん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 んん、レン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  <laughs> えーっとね、青春歌声、可愛い本当、ありがとうございますあ、お問わりしてるんだこれってパリーオリンピック <laughs> あと4分やばい、誕生日しなきゃ誕生のさ、これ開いたらとさここまでのコメントがもうね全部見えなくなっちゃうんだけどあ、ゆめみさんハートありがとうございますガチャピンはスカイダイビングとかするんだえー

そして第3位は、誰かな誰かなそう、フランさんです。ありがとうございます。そして第二位は、誰かな誰かなそう、チョポンさんです。ありがとうございます。パチ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 そして第一位は、誰かな誰かなそう、太陽さんです。ありがとうございます。パチ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 。 はい、ということで皆さん、今日も来てくださってありがとうございました。ぜひよかったら、えー、皆さん、よろしくお願いします。明日が最後なので、明日も明日明日、あ、ちょ、ちょっとちょっとメモ、メモ、メモ、とかとバレちゃう。えー、っと、これ、これです。明日は9時から10時半。 復写しておいてくださいね。まずまず九時からやるってことを先に覚えておいてください。ちゃんと書いておくので、ぜひそちらの方を見てください。よろしくお願いします。マリノアシティはなくなっ、あれってなくなっちゃうの？マリノアシティってどっちですか？観覧車ある方ですか？ない方ですか？<laughs> マリナタウンとこっちゃになっちゃうんだよね。バチ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 ,バチ。ああ、そうです。五時に起きて、あのまずラジオ体操をして、あのランニングして、家帰ってきたとにぐらいに多分配信始まっているので。<laughs> たぶんすっきりとした月曜日を迎えるで4118盛り上げありがとうございましたよかったらカウントあの明日も来てくださいじゃ行きます54321、ま、たねーバイバー日ね明日ねでき、ねま、てねバイバーイ